計画心とは講義と教義の意味があります。講義の意味とは、本業を強化することです。教義の意味は知事さんの承認を取ることです。でこの2つとも必要なものとしまして、新規事業というものが必要になります。なぜならば、本業を強化するということは、強化しなければならない事態にあるということなんですね。で、必要なものとしてこの2つの中にも新規事業というのが必要になってくる。で、新規事業は、どういうことが必要になるかというと、立案をしなければいけない、立ち上げなければいけない、軌道に乗せなければいけないという3段階になります。まず皆さんが一番困るのは立案の段階のはずです。このお手伝いをまずやります。その後この立案した新規事業を立ち上げていくというお手伝いをします。で、軌道に乗せる、これがいわゆる利益が出るという状況ですね。ここまでをお手伝いしたいと思っております。それでこの新規事業を立ち上げたら元に話に戻りますが、できることなら知事さんの承認も取りましょう。非常に多くの施策が用意されておりまして、これはあるのとないのでは大違いでございます。はい、過去にたくさんの、承認案件をお手伝いしてきましたけれども、知事さんの承認を取った企業というのは、9割ぐらいの企業さんがほぼ皆さん、伸びております。はい、これはまあ国の施策および、国の調査でも、そういうことがアンケート調査によって明らかになっております。はい。